DJI のシンドローン、DJI Air 3S と DJI Neo の新しいリーク写真が出てきました。はい、どうも、サラクールです。今日は2024年8月4日日曜日になります。今日の話題なんですけども、DJI のシンドローン2つのですね、新しいシンドローンが出てきそうなんですけども、こちらにですね、新しいリーク写真が出てきたという話をしていきたいと思います。その前に私のチャンネルを PR をさせていただきます。はい、今ですね、私のチャンネルはドローンチャンネルとは別に旅チャンネルの方を起こしておりまして、サラクールのチタビチャンネルという旅チャンネルを起こしております。こちらですね、私サラクールが楽しく喋りながらですね、旅をしているようなチャンネルになっておりまして、今現在ですね、チャレンジしているのが徒歩で千葉県一周というチャレンジを行っております。このですね、一番最新で上げたものに関しましては、もう真っ暗すぎてやばいというようなですね、ものを上げてまして、本企画最長距離をですね、歩いているような動画を上げております。その他にもですね、単発ではこちらですね、市川真間駅という京成電鉄の駅があるんですけども、こちらですね、母の日限定でちょっと面白いことになってましたので、そちらを見に行った動画とか、あと隣にはですね、成田空港のシャトルバスがですね、海までたったの300円で行けるですね、格安路線がありましたので、そちらをですね、ちょっと乗ってみた動画とか上げております。このですね、サラクーのチタビチャンネルに関しましては、この動画の概要欄のトップのところにこのリンク先を貼っておきますので、そちらからですね、まず遊びに来ていただいて、もしよろしければですね、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。以上、 PR でした。はい、ということですね、ドローンの話題に戻りたいと思います。今日はですね、DJI から出てくる新しいドローンとして、DJI Air 3S と、あとですね、DJI Neo と、ですね、新しいドローンが出てくるというですね、リーク情報、これですね、前の動画でもやってるんですけども、今回はですね、新たなリーク情報が出てきましたので、そちらをですね、皆さんと情報シェアの方していきたいと思います。 DJI Air 3S に関しては鮮明なですね、画像写真が出てきましたので、そちらを見ながら、今回、ただ単にですね、カメラサイズだけが大きくなっただけではなさそうということもですね、わかりそうな、リーク写真になってましたので、そちらをですね、見ていきたいと思います。あと加えてですね、DJI Neo、こちらの方も新たな写真が出てきましたので、そちらの方もですね、見ながら、今回出てくる DJI Neo はどういうものかというところですね、話していきたいと思います。よろしくお願いします。ではですね、早速、DJI Air 3S の方から見ていきたいと思います。両方とも X の方で DJI リーカーがリークしてきた内容になりますので、よろしくお願いします。はい、まずですね、DJI Air 3S の方からいきたいと思います。こちらの方はですね、クワードローニュースがポストしてきた内容になります。情報を提供してくれた購読者に感謝します。DJI Air 3S の詳細画像ということで、こちらの方が出てきております。ちょっと大きくします。はい、こちらですね。DJI Air 3S ということで、こちらの方のアームにも書いてあるんですけども、Air 3S という風になっております。今回ですね、大きく変わったところは、こちらのですね、カメラの部分になります。フォルム自体はですね、ほぼ変わらないんですけども、今回こちらの方ですね、カメラが大きく変わったというところになります。今まで乗ってたメインカメラの方なんですけども、センサーサイズの方が 1.3 分の1インチ CMOS センサーが乗ってたんですけども、今回出てくる Air 3S の方はもう少し大きくなって1インチの CMOS センサーが乗ってくるカメラということになっております。やはりですね、前のカメラのイメージセンサーが 1.3 分の1インチ CMOS センサーということで、ちょっとですね、Air シリーズとしては小さめのセンサーが乗ってきて、一部のですね、ユーザーからですね、ちょっと不満の声が上がっておりました。今出てるですね、DJI ミニシリーズと同じようなイメージセンサーしか乗ってなかったので、やはりですね、もう少し大きめのイメージセンサーが乗ってほしいよというふうなですね、意見が出ておりましたので、今回は DJI Air 3S からは1インチのイメージセンサーが乗ってくると。いうことになっております。あとですね、絞りに関してはどうやらね、固定ということみたいです。ちょっとね、潰れてしまって、細かいとこちょっと見えづらいんですけども、ここのとこにですね、カメラの絞り値とかもね、書いてあるかなと思っております。あと上の方はですね、DJI のロゴが入っております。まず一つ目ですね、カメラのところ、メインカメラのところですね、こちらの方のセンサーサイズが大きくなったというところになります。
で、二つ目なんですけども、上の方にビジョンセンサーがこういうふうにね、ついてるんですが、そこにですね、真ん中のところに、こちらの方にですね、レーダーモジュールが乗ってくるんじゃないかな、ということが言われております。はっきりですね、今回のリーク写真がですね、ここが乗ってきてると。ということで、今までのですね、マビックシリーズ全体でもですね、なかったものが乗ってきそうだということになりそうです。今までは業務用でしか乗ってこなかったレーダーシリーズなんですけども、今回はこのですね、DJI Air 3S から乗ってきそうだということで、ここのところにですね、レーダーシステムが乗ってきそうということです。まあ、こちらの方がですね、もしレーダーシステムが乗ってくれば、例えばですね、マッピングするときもさらに正確なものをですね、測れると。いうようなこととか、あとですね、結構狭いところを飛ぶときもですね、かなり有効的になるかなと思ってます。あと暗いところもですね、他のですね、ビジョンセンサーでちょっと弱いようなところでもですね、安定して飛ばすことができるんじゃないかなと思ってますので、まあここにですね、本当にレーダーシステム、まあ業務用で乗ってくるというところですね。で、まあ廉価版だと思われるんですけども、レーダーシステム乗ってくれば、かなりですね、また飛行安定性も出てきますし、あとですね、マッピングとかもですね、より正確にできるんじゃないかなと思われます。あとは、ここのところにちょっとね、穴が開いてるように見えるんですけども、これはちょっとわからないですね。他の何かしらのセンサーがさらについてるのか、もしくはただのネジ止めなのか、ちょっとここはちょっとわからない部分になってますけども、こんな風になっております。ということで、まずですね、DJI Air 3S の鮮明な画像が出てきまして、大きく変わったのはこちらのカメラのところですね。メインカメラのイメージセンサーが1インチ CMOS センサーになったというところと、あとですね、このビジョンセンサーの真ん中にあるところに、これがですね、どうやらレーダーシステムが乗りそうだというところがですね、まず DJI Air 3S の特徴になっております。まあ、かなりですね、ちょっとですね、本当に、この特にですね、レーダーシステムがこれ乗ってくるとなると激アツなのかなと思っております。はい、これがですね、まず一つ目になります。次ですね、DJI NEO の方に見たいと思います。はい、こちらはですね、ジャスパーエレンズというですね、DJI リーカーの方が出してきたものになります。メキシコのウェブショップでは DJI NEO を適切に隠していませんでした。寸法は 15.7×13×4.9cm です。これは CD ロムボックス5つ分に相当します。覚えてる人はいますか？ということで、写真はさらに表示されるまでに1週間以上かかるでしょう。乾杯ということで、まず一つ目のですね、こちらが出てきました。こちらのですね、リーク写真が出てきたということで、ここのところにですね、寸法が書かれてて、15.7cm×13cm×4.9cm ということで、本当ですね、まあ、手のひらサイズのドローンというところになっております。で、こちらはですね、まあ、前回も話した通り、すべてですね、こういうふうにプロペラガードが360度こういうふうについてて、プロペラにですね、直接手が触れないようなですね、ものになってて、子供でも安全なようなドローンということになっております。あと、ここのところですね、この寸法のところの下のところに、それぞれですね、いろんなまあクイックショットの写真みたいのが載っております。まあ、ドローニーとかですね、サークルとか載ってて、で、ここのところになんかボタンとかもついてるんですけども、まあ、簡単にですね、こういう風な動作をしながらですね、動画とか写真が撮れるようなシステムになっているということで、手軽にですね、まあ、撮れるということになっております。まあ、こちらの方ですね、先日もお伝えしたんですけども、手のひらから直接ですね、飛ばすことができるようなドローンということになってますので、手のひらに乗せた状態ですね、こちらの方のクイックショットが簡単にですね、撮れるようなドローンということになっております。こちらの方ですね、間もなく出そうということで、まあ、前回はフライムワークコンボの箱の写真とか出てきましたので、もう本当ですね、発売までですね、間もなくということになりそうです。はい、ということで、まあ、こちらの方もですね、写真も出てきましたということになります。もう一回ですね、DJI Air 3S の方にね、戻りたいと思います。まあ、こちらもですね、こういう風なですね、写真が出てきて、まずですね、DJI NEO が発売されてから、そっからですね、時間を置かない形で、まあ、DJI Air 3S もね、出てくると思われます。どっちのですね、ドローンもかなり魅力的なのかなと思っております。はい、ということで、リーク写真としては以上となります。はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、DJI から新たに2つのドローンがほぼね、同時に出てきそうですね。DJI Air 3S と DJI NEO が出てきそうです。
まず時系列からすると、まず DJ ネオから出てきそうかなと思ってます。まあ手のひらかこういうふうにですね、乗せて、そこからですね、ドローンを飛び上がらせるというようなことがね、できるようなドローンっていうのが DJ ネオということで、もう360度ですね、プロペラガードがついてますので、子供でも安全に飛ばせるようなドローンということになっております。まあ自動的にですね、撮るということでは、まあ日本では、100グラム未満でですね、そういう風なドローンもね、すでに発売されているので、まあ、今回ですね、DJI のこのドローンが、そのドローンよりか、どうですかね、巻き返せるかどうかというところはわからないですけども、ただですね、販売するルートというものは、DJI の方がかなりですね、強いルートを持ってますので、まあ一気にもしかしたら DJI Neo の方がですね、普及してしまう可能性もあります。ただですね、重さとしては 100g をね、超えてしまうようなドローンですので、日本ですね、無人航空機扱いになってしまいますから、まあそこのところはですね、まあどのぐらいですね、普及するかというところですね、ちょっとわからないですね。まあ世界ではですね、今 250g 未満がですね、結構規制が緩いので、そちらの方はですね、かなり普及はですね、見込まれるんじゃないかなと思っております。あと加えてですね、DJI Air 3S の方は、やっぱりですね、私としては、まあ、メインカメラが 1.3 分の1インチ CMOS センサーから1インチ CMOS センサーにイメージセンサーが大きくなったというポイントもあるんですけども、それ以上にですね、ビジョンセンサーの間にあるですね、レーダーシステム、こちらの方が搭載されるのであれば、かなり激アツになるのかなと思ってます。まあ、飛行安定性値も寄与しますし、あとマッピングとかもですね、より繊細なマッピングがですね、できるようになるんじゃないかなと思ってますので、このですね、DJI Air 3S に関しては私はですね、かなり激アツなのかなと思っております。はい、というですね、今日の話題は以上となります。このチャンネルはこのような話題とか、ドローンのノウハウ、新製品のレビューとか行ってたりします。随時最新情報もアップデートしてまいりますので、ベルマーク、通知ボタンの方、オンにしていただくとありがたいです。チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしたいと思います。楽しくドローンを飛ばしましょう。以上、サークでした。さよなら。バイバイ。